よし、そんじゃオラが一丁着てってやっか。平気か、ソン。こう言ってはなんだが、人に物を教えるのが得意とは思えんが。そっか。まあ、オラでもなんとかなったろ。心配だ。そんじゃ、一緒に来い。修行すんぞ。この場所はトレーニングルームです。 GeForce のメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。まあ、要するに今までに戦ったやつらなら誰とでももう一遍戦えるっちゅうわけだ。でも模擬戦闘はまた後だ。今オラとの実戦だ。さあ、かかってこい。おめえ強えな。これからおめえはオラたちの仲間だ。いいだろ、みんな。ま、当然だろう。これからよろしくな。アルファチームに登録します。
ここは俺一人で十分だ。行くぞ、コスモを燃やせ。通り大したことなかったな。
コズミックキューブの力を使いこなしているようで何よりだ。早速だが、チームのメンバーと共にミッションに臨んでもらう。期待しているぞ。
ーパーサイヤ人はここにもいたということだ。てはっはい。何が起こった？ナメック星から救援要請が届いています。ベノムズの襲撃です。なんだと？あいつらしつけえな。なお、そこでベジータの姿も確認されています。え？父さんが？父さん？ベジータってトランクスの父ちゃんなのか？はい。ベジータがベノムズに加担したとなれば、ジェイフォースは総力を挙げて対する必要がある。待ってくれ。ベジータは昔は悪いやつだったけんど、今は違う。ベノムズの仲間になんて持ってねえさ。俺もそう思います。ナルトさん、俺もアルファチームに同行していいですか？もちろん、行ってこいってばよ。はい。話は決まったようだ。ならばすぐにでも出発してくれ。君も同行しろ。よし、そんじゃ出発だ。転送完了しました。父さん。ピッコロ、ベノムズは任せた。うん。トランクスとおめえはオラと来い。三人でベジータのとこ行くぞ。はい。行け。オラたちの邪魔すんな。切れ！
ジータ、おめどうしちまったんだ。父さん、賞金に戻ってください。ダメだ、俺たちの声がまるで聞こえていない。何言っても無駄のようだな。トランクス、やるしかねえぞ。あ、はい。見てください。父さん、コズミックキューブ、なんてまがまがしい気を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。ここはどこだ。カカロット、トランクスまで一体何が。よかった、父さん、賞金に戻ったんですね。長官、聞こえますか。終わったか。父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ。俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意志によってベノムズではなく我々の仲間ジェイフォースの一員となったように。だがキューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって本人の意志に関係なくそのものを操る力。やはりベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ俺を操っていたやつというのは。それについては現在調査を進めている。おい貴様ら、俺もそのジェフォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうと、この借りは必ず返す。
そう。報告ご苦労様。案外頼りにならないのね。惑星ベジータの王子とやらも。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。あれは？あの女、一体？諸君、ご苦労。君たちの活躍でナメック星は救われた。ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。ふん、一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことで J-Force の一員として認められたんだ。みんな聞いてくれ。次の作戦はコズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、強力な仲間を増やすことができれば他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。君にも期待しているぞ。ベノムズが現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し向かってください。それと強大なベノムズに対して J-Force はまだまだ戦力が足りません。チームの枠を超えた協力も重要です。急ぎましょう。よう、来たな。聞いていると思うが、俺たちアルファチームの主な役目は進行拡大を目論むベノムズ主力の撃退だ。ベノムズによる進行の勢いは止むどころか日に日に増している。これ以上の進行を許すわけにはいかない。要は向かってくる敵を片っ端から切る。わかりやすくて助かるぜ。
待ってたぞ。聞いていると思うが、わらわたちベータチームの主な任務はベノムズ支配下地域の奪還と、まだ見ぬ世界、まだ見ぬ仲間を探すことじゃ。ベジータのおっさんみたいにまた強いやつが見つかるといいな。誰がおっさんだ、生意気なガキめ。親の顔が見てみたい。確かにベジータほどの戦士がそうそう見つかるとも思えぬが、世界の海もまた広い。さまざまな才を持つ者がいるだろう。次はどんなやつに会えるか楽しみだ。危ねえ。ドリア。セア。うわ。あれ。な。1080ポンド砲。はねはねは。どうだ。こっちだ。な。セア。うわ。あれ。な。で。よっと。で。で。どうだ。こっちだ。こっちだ。かっこいいところ見せちゃおうかな。さあ、楽しみの時間だ。プロのスイーパーの仕事見せてやる。ガハッキンズをまともに受け止める勇気があるか。ファイナルプレイ。
Thank you.
うわ決める。よけている。どうだ、軽いな。くそ、はやどんな気分？聞いてないぞ。